おめでとうございます。この度厳正なる審査の結果、あなたが転生することに決まりました。え、転生？マジか。どうやら俺はあの部屋で死んだらしい。次は魔力が絶対視される世界ですから、生きるのに困らないチート能力を授けます。二度目の人生、存分に謳歌してきてくださいね。そうか、だったら俺が望むのはただ一つ、平穏な日常だ。日がない一日アニメやゲームに没頭し、気がついたら寝てたという自堕落な生活こそ最高な生き方だ。わかりました、俺転生します。異世界でもチートな能力とやらで怠惰に生を貪ってやろうじゃないか。赤ん坊からでしたか。国王陛下、元気な男の子でございますよ。おお、でかしたぞ。どうだギゼロって、世とそなたに似て美しい王子だぞ。左胸にしっかり黄門が現れておる。間違いなく世とそなたの子だ。嫌ですわ当たり前です。こんなイケオジと美女が俺の両親かてか王族8男くらいだったら引きこもれるかな。では魔力測定に取り掛かってくれ。かしこまりました。おおおお、王子の最大魔法レベルはどうだ。魔王を倒した先行機と世の子じゃ、40、いや50を超えるのではないか。これは2です。のしかも属性が何も表示されておらず、結界魔法しか。なんということだ。こんなポンコツが世と先行機から生まれたとなれば、臣民が黙っていない。そうですわ、こんなことが広まれば。なんか嫌な予感。そうだ、本日生まれたラインハルト王子は死産だったことにしよう。はい、俺転生直後に殺されちゃうの。前世もろくでもない連中ばっかだったけど、ここでもかい。陛下、何も殺すことは。うるさい、誰かこいつを遠方の森へ捨ててこい。